ちゃんです。りっちゃんです。はい、今回はですね、もうすぐバレンタインということでね、気になる男の子にチョコを渡す人もいると思うんですよ。やっぱそれまでにね、やっぱちょっとはね、こうちょっと何脈あるんじゃねみたいなのが欲しいじゃん、うん、なので今回は、まあ、男の子をね振り向かせるための方法を紹介したいと思います。皆さんもぜひぜひ参考にしてみてください。それではどうぞ。よっちくん、よっちくんさ、なんか後ろから見てて気づいたんだけど、髪の毛増えた？なんかちょっと前までさ、少しさ少ないかなって思ったんだけど、すごい増えたね。しかもなんかちょっとあれだね、体格増した？ねえ、そうだよね。なんかちょっとガタイがこう良くなった気がする。うん、前よりいいよ。しかもなんかこうしっとりしてるよね最近ね。あ、ちょっと危ないかもしれない。まあね、すごくしっとりしてていいと思う。うん、やっぱかっこいいと思うよ。ねえねえ、よっちくん、よっちくんってさ、いつも部活頑張ってて本当にすごいよね。でもさ、やっぱり他の人も言ってるよ、すごいねって。よっちくんのこと本当に尊敬できるし、いつもかっこいいなって思って見てるよ。私ね、もうね、うんこがね、3日も出てないの。いや、実はさ、私、昨日お母さんと喧嘩しちゃって。大丈夫。でもさ、ほらやっぱみんなには泣いてるとこ見られたくないからさ。あ、ありがとう。ありがとう。うんうんうん、あ、そうなんだ。あ、てかさ、人とかいる？うーん、あ、そうなんだ。あのさ、髪の毛長い子好き？あー、メガネの子とかも好き？あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あとさ、前髪ある子好き？よっちくんって好きな人いるの？あ、そうなんだ。へえ、どんな子がタイプなの？年上？年下？あ、そうだよね、あみちゃんとか可愛いよね。ああいう子がタイプ？そうなんだ。へえ、あ、ああいう子がタイプなんだ。へえ、あ、そっか、そっか、髪の毛切ってみようかな。あれ？ねえ、ペン壊れてるよ。ねえ、大丈夫？大丈夫？これ、私の使う？あ、いいよ。ねえ、ちょっと、もしかしてこの問題わかんないの？私が答え全部見せてあげるから大丈夫？ねえ、大丈夫だね。ちょっと待って、体ゴミだらけだよ。
出てる。ああ、目屋にもついてるし。ああ、大丈夫か。ねえ、大丈夫？ペン壊れてるじゃん。私の使いなよ。あ、もしかしてさ、この問題わかんない？教えてあげるよ。これはね、こうやってこうやってこうやって、肩にゴミ乗ってるよ。大丈夫？あ、陽介くん。そうだよ、どうしたの？そうなんだ、大変だったね。そんなことないよ。ああ、まだやってない、どうしよう。え、じゃあ一緒にやる？あ、陽介くん、どうしたの？ああ、そうなんだ。でも大丈夫だよ、元気出して。そんなことないよ。私はまだやってない。あ、一緒にやる？はい、ということでね、まあ何個かやってみたんですけど、どうだったかな。いや、あのね、うん、ちょっとね、やばい方はね、やったら嫌われる可能性あるから、本当にダメ。そうだね、ダメ。ちょっとやばかったね、あれはね。いきなり子とか言っちゃダメです。確かに絶対振り向かないわ、うん、聞かれるね。そうだよ、うん、ということで皆さんもね、絶対その気をつけながらね、ほどほどに参考にしてやってみてください、うん、後半の方だったら好きになってもらえるかもしれない。そうだね、はい、ということでこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。ボンボン TV が7つの滞在の次回予告後に出ることになりました。イエーイ。そして7つの滞在今しめの復活から新しいグッズが発売されました。イエーイ。それがこちら。うわ、すっごい。ねえねえ、缶バッジとかはさ、うん、学校のカバンにつけても可愛くない？めっちゃ可愛いね、それ。で、ファイルもさ、学校とかさ、うん、プリントとか入れたりとか。あー、そうだね。え、てかちょっと、うん、ちょっと、あの、裸にあー、筋肉が好きだからね。そう、まったく。ねえねえ、パズルさ、ちょっとさ、せっかく3人いるしさ、やろうよ。あ、いいね。いや、 やっぱりパズルのコツはさ、うん、なんかこういう目とか分かりやすいパーツとか、うん、あとはまあ色だよね。そうだね。完成！いやー、完成したねー。いやー、これね、やっぱ7人揃ったら超かっこいいねー。かっこいい。しかも500ピースだから結構やりごたえあるね、うん、そう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 。飛ばしてるのもいいかもしれないね。そうだね、早く後ろに飾りたくなるからね、うん、ということで気になった方はぜひぜひ買ってみてください。それでは皆さん、またねー。またねー。